エミール・ベルリナーは、ドイツ出身のアメリカの発明家、レコード版蓄音機の発明で知られている。1851年に、ハノーファーで、ベルリナーは、ユダヤ系の商人で学者の父とアマチュアの音楽家で、ある母との間に生まれた。学校教育は14歳までで、その後は、家族経営の記事屋で働いたが、不仏戦争の兵役召集を逃れるために、 1870年には、両親と共に、アメリカに移住する。移住後は、呉服、生地屋で働いたが、エレクトロニクスに興味を持ち、クーパーユニオンの物理学と、電気工学の夜間講座に出席した。その後、いくつかの会社を経て、電気技術者としての腕を磨き、当時、評判になっていたアレクサンダーグラハムベルの電話機に、見せられ、 その改良案で総枠に関する特許を取得する。その頃ベルは、電話機の発明を確定させるべく、最終的な研究段階に入っていて、発明の一部が、トーマス・エジソンの特許に触れる、可能性があったので、それを避ける方策を探していた。やがて、ベルと、その開発チームのメンバーは、ベルリナーの改良案の採用が必要と判断し、特許とともに、 ベルリナー自身を義式として雇い入れることにしたのである。1876年には、ベルリナーの改良案を加え、ベルは、エジソンとの電話機における特許争いに勝利し、最終的な特許を確定した。これに対しエジソンは別の分野での反撃を試みて、1877年に、最初の鈴白円筒式蓄音機、フォノグラフを完成させ、 マスコミに発表している。この蓄音機は、話す機械として懸念され、大いに評判を呼んだものの、評判の割に性能が低く、実用化にはほど遠かった。その後、ベルリナーをはじめとするベルの開発チームのメンバーは、蓄音機の実用化に向け、彼らは録音と再生の針を別にしたり、保存の効かない鈴箔を、ワックス塗りに変えたり、再生に、 ゴム管を使い音声が明瞭に聞こえるようにしたり、するなどといった改良を加え、1885年には完全に実用に徹したグラフォフォンを誕生させた。ベルリナーは1881年にアメリカ市民になった。グラフォフォンが完成する前年には、ベルリナーはベルの研究所から去り、独自の蓄音機の開発に進むことにした。 その後、1887年には、後のレコードプレイヤーの原型である、円盤式蓄音機、グラモフォンを作った。そして、1895年には、グラモフォンの製造、販売のために、ベルリーナグラモフォンという会社を設立する。ベルリーナグラモフォンは、ビクタートーキングマシンを経て、RCA レコードとなり、また、英国支店は、 グラモフォンカンパニーを経て EMI へ、さらに、ドイツにおいては、ドイツグラモフォンと音楽業界に大きな影響を与える企業の源流となっている。1929年、ベルリナーは、心臓発作で死去した。78歳遺没。ありがとうございます。